イエーイ。先日まで平松さんとやっておりましたガチンコ勝負、はい、今回初登場徳島さんをお招きしました。アナウンサーとして勝負を挑みながら、はい、大先輩から学んでいこうという。いやいやいや、学ぶことなんてもないでしょ。本当にもうこの感じが、この感じが怖い。先輩の技術を盗めればな。おー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 、戦いを挑みつつやっていきたいと思います。コンセプトはね、平松さんの動画を皆さん見てください。初戦にご用意したのは、やはりアナウンサーに必要なのはアナウンス力。でもほら、アナウンス力って言っても原稿を読んだり、リポートしたり、実況したり、はいはい、表現力だったり、いろいろあるわよ。その原稿を読む力で今回勝負をしたいと思います。なるほど。30秒の原稿を用意していただいていますので、うんうん、それを読んでどっちが尺ぴったりに収められるか、かつ噛まないか。平松さん見ててください。僕が徳島さんを倒します。あ、でもなんか今自然とそっち選んだから、こっちの原稿にして。よーい、スタート。4連休真っ只中の東京で数珠つなぎ親子三味線ショーが行われました。東京豊島区駒込で行われたショーには老若男女合わせておよそ700人が参加しました。会場では温かいシチューが無料で振る舞われ、多くの来場者は笑顔を見せていました。主催者は次回の開催について、千葉県銚子市役所でシャンソン歌手とのショーを検討中としています。なんで最後そんな溜めたの？え、早いかなと思って。溜めなかったら今30秒。うわ、マジで。だから溜めなかったらほぼ30秒。あらわ、33秒って大ミスだな。33秒、やばいな。だからまあ試写購入したら34秒ですよ。巻くより押す方がやばいですよね。そう、これもうあのね、番組によってはドンって CM いっちゃうから、ちょっと本当に笑えなくなってきた。よーい、スタート。毎年恒例、神出鬼没の古美術商たちによる新春祝賀会が行われました。祝賀会では珍しい高所作業所や火星探査車などがお披露目されました。訪れた観光客には急遽抽選で車窓清掃体験を実施する場面もありました。詳細を調査中ですが、来年は少数精鋭による座談会を実施するとのことです。おー。読めた？読めましたよ。あー、怖かった。秒数は28秒1。あ、ちょっと早かった。いや、それでも、噛んでました。あ、ごめんなさい。交渉きた。なんか家抱きになってたからすごい恥ずかしい。そんなことない。もう帰りたい。ちょっと皆さん、珍しい交渉作業者や火星探査車などがお披露目された。全然言えてるじゃん。めっちゃ難しい、こっちの言語。平松さんに一番教わったことが、うんうんうん、絶対に秒数は守れということだったので、はい、ボロ負けです、僕の。あ、最後なぜか貯めた結果ダサかったですね。あれなんで、なんかね、なんで僕なんか体内時計ありますよみたいな、うんうん、ちょっと巻いてるの分かってますよみたいな感じで、うんうん、なんでだったんだろう。着地したら、うん、これがちょっと2年目になって初心を忘れた、うん、ところか、あれなんか小手先のテクニックがね。そっかそっか、刺さるな、うん、悔しい。改めて言われると悔しいですね。あ、平松後輩に何教えたの。今回の勝負は徳島さんの見事な勝利でございました。本当かな、ちょっと痛み分けってところもありますから。そうですね、リベンジをね。まあ、2年目に入りまして、初心を思い出すという部分も含めて、徳島先輩とこれから勝負をしていきたいと思います。ガチンコ。なかなか徳島さんのイエイエイ見られないですよ。アナウンサー対決ガチンコ勝負、これからも続きます。また今度第2回でお会いしましょう。さよなら。さよなら。YouTube、今日も動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。シノキンもよろしくお願いします。Hello YouTube。